で今日まずこちら2019年の初仕込みからいただいていきたいと思います。プレモルさんの、おお、今日タラッタッタッターのアイラービニーのあのマックに行ってちょっと買ってきましたね。ちょっとあのヒーヒーしようかなと思って、あのヒーヒー攻めに行きたいと思います。乾杯でーす。お疲れ様です。声ガラッガラやなっつって。おお、いいっすね。深いコクを生み出すためにチェコとその周辺国のみでとかって、いやー、こだわってますねこれ。初仕込みダイヤモンド麦芽の恵み、贅沢ですね。これちょっと毎年飲んでる気がしますね、あのプレモルさんの初仕込み2019バージョン、明けおめことよろということで、乾杯です。あー、今年も頑張っていきましょうということで。あー、それではいただきます。お疲れちゃんですね。ちょっとヒーヒー、照り焼きとヒーヒーダブチと、これちょっとダブルで買ってきたんですけど、ちょっとどっちが辛いかちょっと気になったので、まずこのヒーヒー照り焼きさんからいただきますね。ナンバーワンはあなたが決める、絶妙のピリうまソースって書いてますね。おー、やば、へえ、どっちがナンバーか決めたいと思います。あ、照り焼きちゃん。久しぶりですね。いただきまーす。お久しぶりーふ。あれ、普通のあの美味しい照り焼きバーガーって感じですね。あれ、ボーマー、ついに味覚障害始まったかっていう感じで。ポテトさんみたいなやつ、外回がめっちゃ強いっすね。ブー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 って音ノイズ入ってますかね、聞こえますかね。今にもあの吹き飛ばされそうな中、あのマックを食らうという、あのちょっとあの今日は是が非でもヒーヒーしたかったんだよ。うん、久しぶりにポテトも食べますね。うまっ。あー、やっぱ深い味わいですね、これやばいっすね。うまいぜ、プレモル激アツ。ちょっとヒーヒーダブチ早速いきますね。ちょっとなんかヒーヒー感が、照り焼きがなかったので。ナンバーワンはあなたが決める、絶妙の、同じこと書いてますね、これ。今度は、今度ダブチさんいただきますね。ちょ、ヒーヒー言いたいね、あの。わー、この、でもあの、髪もちょっと真っ赤に燃え上がった感じで、ちょっと、あの、見かけ直しにならないように、あの、ちょっとヒーヒーさせてくれよってあたりですけどね。おー、ズッキュー。あら、チーズがいい感じですね。これ、ごまちゃんついてないですね、このバンズに。ごまちゃんがついてない感じです。いただきます。このはみ出るチーズがなんともいいっすね。はみ出ちゃってるぜーみたいな。収まりきらずにはみ出て、まあ贅沢なことこれ。あ、こっちの方がちょっと辛みがあるかな。なんか下にオレンジのソース入ってますね。このなんか下にオレンジのソースありますよね。これが多分辛いのかな。なんだ、ヒーヒーって炎出るぐらいじゃないですね。うま辛って感じですね。あ、ブニュって出てきて、やっぱこのオレンジのソースが決めてですね。で、照り焼きさんのオレンジのソースが、あ、一応ありますね。一応下にこれオレンジのソースあるけど、照り焼きソースの方が強いんですかね。めっちゃ腹ペコなんでやばいっす、食べるスピードが。
そのスピードでんたたれれてグリリアントグリーンさん元気ですかね。グリグリってあの一時期めっちゃ入りましたよね。そのスピードでこの下にオレンジのソースが同じく、多分これが辛みの元だと思うんですよね。ちょっと実験してみますね。高田純次じゃないですけどチャレンジジョイ、あ、やっぱりそんな感じですね。あ、すいませんね、ちょっとちぎっちゃったんですけど、これが多分辛いですね。ちょっといただきます。うん、あ、これだけ、うん、うんうん、あ、ヒーヒーまで言わないですけど辛いですね。いい感じで、うん、マヨダクで美味しい照り焼きでも、うん、うまっ。ヒーヒー加減で言ったらこっちの方が辛みがある感じですよ。うん、美味しいですけどね、どっちも。ちょっとこれも美味しそうだったんで買ってきたんですよね。三角パイ、あのいちごの、あー、前にチョコのあの三角パイ食べた時あるんですけど、今時期的にあのいちご推しですもんね。なんかいちごの美味しそうな、あー、すごいハイテク。これもなんか食べやすいようにやってますね。これシューみたいな感じ。おー、はこれちょっと見えますかね、ピンクなんですけど、いちごの三角パイ、これもいただきたい。ちょっとボロボロ落ちますよね、これ。ちょっと味見したいと思います。いただきます。うん、うん、うまっ。そんな甘ったるくないっすね。あれ、ちょっと程よい甘さでこれいい感じですね。美味しいっすね。クリームもダクダクあんましてないし、層がしっかりしてますね、これ。うーん、うまっ。美味しい、いちごや。うん、おれおれ、うんうんうん、おれおれ、でれれ、めげてちゃちょっとダメじゃんかベイベー。 KinKiKids で夏の王様でしたね。冬なのにサマーズということで。あ、ストロベリー三角チョコパイにルビーもまあいけないことはないですね。うーん、あー、まあ、まあナンバーワンはあれですね、どっちがどっちも美味しいですけどね。まあ辛さで言ったらでもこっちのダブチーチーズの方が辛かった気がしますね。うん、ちょい辛、旨辛みたいな感じですかね。うん、ちょっとあの別にあの激辛ソースとかこうつけてほしいですね。あのナゲットのソースみたいな感じで、それあればこうなんか好みで調整できますもんね、ソースこう。うん、ベッドでちょっと欲しい、あのなんていうんですか、追い辛みたいな感じで。うん、うん、あー、でもピリ辛で美味しいぜ。ということでゆっくり飲んで食べていきたいと思います。ありがとう。